赤石海峡大橋橋、橋梁とは、谷などの地面にはより低い位置を通る、道路、鉄道路線、川、故障、海といった水面などをまたぐ形で、高い場所に設けられた道である。橋には、入り口出口があり、橋の柵の柱のうちの橋の橋の名前の看板の、名前が漢字だと入り口で、ひらがなが出口だと言われている。橋の起源については、はっきりしたことはわからないが、 偶然に谷間部分をまたいだ倒木や石だったと推測されている。その後、人類が道具を使うようになってからは伐採した木で丸木橋が作られるようになった。また、木々に垂れ下がっている鶴を編んだ釣り橋の原型とされる、かずら橋や、より長い距離を渡るために、川の中で飛び出た石の頂部に丸木を渡したり、自然石を積み上げて橋脚を築いたり、 杭を打ち込んで橋脚にしたりしたことも考えられている。なお、日本語の橋という言葉は、道の橋に架けるものから由来しているとされる。ポンデュガール紀元前5世紀から6世紀頃には、バビロンや中国で石像の桁橋が架けられていた。紀元前4000年頃のメソポタミア文明では、石像アーチ橋が架けられている。紀元前2200年頃、バビロンでは、ユーフラテス側に、 長さ200メートルのレンガ橋が架けられた。アーチ橋の架橋技術は古代メソポタミア地方で発祥した技術が東西に伝播して西洋と東洋それぞれ独自に発展したとする研究が発表されている。ローマ時代に道路網の整備に伴い各地に橋が架けられ、架橋技術は大きく進歩した。現存する水道橋は驚異的な精度を持っている。ローマ教皇は英語で ポープと呼ばれるが、このポープの正式名称である最高司教ポンテフェックスマキシマスの前半部は橋ポンテと作るフェックスから成り立っている。この名前が示すように古代ローマ時代には橋を架けることは聖職者の仕事であった。中国や日本でも橋は仏教僧侶が架けることが多かった。日本での記録に残っている最古の橋は日本初期によると 慶光天皇の時代に、現在の大牟田市にあった、沖野佐橋である、巨大な倒木による丸木橋とされている。人工の橋では同じく、日本書紀によると324年に、現在の大阪市に河筆橋が架けられたのが、最古とされている。また、624年に、道明が京都の宇治川に宇治橋を、726年には、京沖が山崎橋を架けるなど、古くは、 僧侶が橋を架けたことが知られている。これは僧侶が遣築師や遣唐師として中国に渡り技術を学んできたことや救済の一環として土木事業を指導したことによる。一方、当時の律令政府は瀬田橋などの機内の要を例外とすれば橋の築造には消極的であった。日本気略の延暦20年5月期の犬城には 河川に橋がないことで用の搬送が困難な場合には、その度に船橋を架けるように命じている。ローマ帝国が滅んだ後の中世ヨーロッパでは、優れた土木技術は失われてしまった。このため、流出した橋には再建されず放棄されたものも多い。以前、石造りのアーチ橋は作られていたが、この時代に橋を架けたのは、聖職者だった。戦乱の続いた時代では、橋は、 戦略上重要な拠点となるため、守備用の塔が付属して建てられたり、戦時に簡単に壊せるようになっていたりする橋も多い。ルネサンス期になると扁平アーチが開発され、軽快な石橋が建設されるようになった。歌川広重、東海道53時より、日本橋立良制の主官とともに交通路も衰退し、橋の整備も、視力や技術に乏しい現地に委ねられたため、 架橋技術は発達しなかった。さらに、地水技術の未熟から、しばしば発生した雪解けや大雨に由来する増水にも弱く、船橋のような仮橋や渡し船による代替で間に合わされるケースが多かった。こうした傾向は、江戸時代末期まで続き、江戸時代に多くの大河川に架橋がされなかったのも、実際には、軍事的な理由とともに、技術的要因による部分も大きかった。 そうした中でも特徴的な佳境の例はあり、鎌倉時代においては、僧侶の肝心活動の一つとして、長元による瀬田橋や認証による宇治橋の再建などが行われた。これは、人々の老苦を救うとともに佳境を善行の一つとして挙げた福田思想の影響によるところが大きいとされている。安土桃山時代から江戸時代に入ると、都市部や街道においてようやく橋の整備が、 進められるようになった。江戸時代の大都市には、幕府が管理した橋と町人が管理して一部においては、私橋陳を取った橋が存在し、江戸では、五乳用橋、町橋、大阪では、抗義橋、町人橋と称した。また、江戸時代以前の日本では、木造の橋がほとんどであったが、九州や琉球では、大陸文化の影響を受け、名出身の僧侶女帝による長崎のメガネ橋の、 造営をはじめとする石造りの橋が多く作られるようになり、江戸時代末期に作られた日後国の通順橋は、同地方の石膏らによって様々な工夫がされたことで知られている。また、石積みの橋桁と木製のアーチを組み合わせた、巣王国岩国の金太橋など、中小河川における河橋技術の発達を示す例が各地で見られるようになった。このほか、八橋といって、 川底が浅い場所に杭を打ち、その杭の間に板を渡すという方法で作られたために、川の途中で曲がりくねった構造をした木造の橋が作られたこともあった。なお、2016年時点の日本においても、八橋という地名が残っている。アイアンブリッジ18世紀末期から19世紀にかけて産業革命によって生産量が増えた鉄を用いた橋が出現する。 鉄の量産により、橋梁技術が飛躍的に向上し、橋脚と橋脚の間隔を示す島町が大幅に伸びて町大橋が建設されるようになる。はじめは先鉄を用いた全長30メートルの橋がイギリスで架けられ、製鉄技術の改良により港を用いた橋が誕生する。百七十三年には鉄筋コンクリートを用いた橋がフランスで初めて架けられ、 その後全世界に普及する。日本で最初の鉄橋は1868年に長崎のメガネ橋が架かる中島川の下流にオランダ人技師の協力を得て架けられた黒金橋である。純日本国産の鉄橋第1号は1876年に東京の楓川に架けられた壇上橋であり、公共としては1888年に完成した。 東海道本線の天竜川橋梁が日本初である。さらに鉄道網の進展、自動車の普及と交通量の変化に合わせて、重いかつ荷重に耐えられる橋が要求されるようになって、1900年代に入ってから、鉄筋コンクリート製の橋も作られるようになった。また、経済の急速な発展に伴い、経済的で短い工期が重視された。構造の強さだけでなく、 需要に即した規模、気象条件、景観を含めた周辺環境への配慮、ライフサイクルコストの経済性を含めた設計が要求される。また、老朽化を迎える橋が増大している現状から維持管理の重要性が増している。日本全国には約72万6千の橋がある。橋に求められる要件は、橋にかかる荷重を支えること及び荷重がかかっても、 変形が大きくなりすぎないことである。特に地震や台風の多い日本では、地震発生時及び台風通過時の安全性を確保することが重要になる。また、橋には実用性だけではなく、デザイン性も求められる。大きく目立つ橋はその地域のシンボルになり得るため、構造物自体のデザイン性や周囲と調和するデザインを有していることが望ましい。 橋の下回りを点検するために開発された橋梁点検者。さらに、橋の建設には大きな金額がかかること、高度経済成長期に大量に建設された橋が老朽化しつつあることから、長期的な視点での安全性、経済性の確保が重要となっている。かつては、橋の定期点検が十分に行われていなかったため、老朽化を要因とする事故が相次いだ。 2007年11月には、吉野川水系の被害谷川の支流の一つである大影谷川に、かかっていたトラス橋が自動車通過中に落橋するという事故が起きた。この事故後の調査で、この橋も定期的な管理がなされていなかったことが判明した。こうした事故を受け、2012年に道路法が改正され、道路管理者は管理するすべての橋梁について、5年に一度、 近接による目視で点検を行い、健全性を診断することになった。橋の定期点検は、橋の安全性の確保のほか、点検結果をもとに、橋梁庁寿命化修繕計画を策定することで、橋の計画的な長寿命化及び更新を図ることになり、公共事業費の増大を防ぐことにつながっている。日本の道路橋に対する技術基準の変遷については、道路橋司法省、 三照断面1、前幅2、有効福音3、コーラミ4、自腹5、歩道、歩道福音6、遠赤7、路肩、路肩福音8、車道9、舗装10、昇十11、ュゲタ側面1、橋町2、主管3、橋ゲタ4、四正5、兄弟6、区域基礎7、橋脚8、軽損基礎9、直接基礎10、上部構造11、下部構造上部構造は、 床構造と主構造から成り立つ。床構造は、床板や床組によって形成され、通行する交通を支える役目を持つ。主構造は主ゲなど、床構造を支えて、荷重を下部構造に伝達する役割がある。吊り橋やシャバリ橋では、主刀やケーブルも上部構造に含まれる。さらに、車両や人などが橋から落下するのを防ぐ混乱や、自動車防護策。 照明柱などの付加物、株構造等をつなぐ支障や道路と橋梁の境に当たる伸縮継ぎても上部構造に含まれる。株構造は上部構造を支え荷重を地盤に伝達する橋台と橋脚、それらを支える基礎を指す。橋の両端に設置されるものを橋台、中間に設置されるものを橋脚と呼ぶ。基礎には直接基礎、区域基礎、軽損基礎などの形式がある。橋には 用途や材料、強小の位置、橋桁構造を稼働するかどうか等により、様々に分類される。用途別、材料別、構造形式別によって分類が行われる。それぞれ長所と短所があり、橋の用途や長さに建設コストの要素が考慮されて決定される。橋の構造形式には、以下のような種類がある。なお、主な部材に働く力については、構造力学、 材料力学、力学などの項目を参照のこと。シャバリ橋と釣り橋使用構成部材の材料により、以下のような種類がある。公共やコンクリート橋などは、昭和30年代頃から永久橋と呼ばれた。橋はその果たす機能により、様々な名称が用いられる。大きな区分として、通貨交通による分類、すなわちその橋が何を渡すものであるかが挙げられる。 人車の交通に限らず物体の輸送用として、専用、兼用で用いられることも多い。橋の下が水面でないものを、陸橋と呼ぶ、陸上交通、編集一般的な橋として、道路交通を渡す、道路橋、人を渡す、人道橋、列車を渡す、鉄道橋などがあり、さらに何を渡る橋であるかによって、前期の表に示す故障が使い分けられる。なお、鉄道橋は、 鉄橋と略される場合もあるが、鉄、または鋼を用いた橋と混同されることがある。道路と鉄道の双方を渡す橋もあり、鉄道道路併用橋と呼ばれる。橋を用いなくても道が引ける場所に、あえて橋を設けているものを、高架橋という。これは道への不要な侵入や接触を避けるためや、景観のために設けるものである。水上交通、編集水路橋のうち、 特に運河を立体交差させて河川周運に用いる橋、ヨーロッパで多く見られる。現在、世界最長とされるのは、ドイツのマクデブルクにあるマクデブルク水路橋で、全長918メートル、エルベ川をまたいで、ハーフェル運河とミッテルラント運河を接続する。なお、ミッテルラント運河は、民伝でもベーザー川を渡っている。輸送用、編集古代ローマの水道橋など、 水利目的の水路橋が古くから建設、利用されてきた。現在は主に上水道用の水管橋が用いられる。その他、各種パイプライン輸送用の橋として、ガス道環境や石油パイプラインの橋が、港や工場でスクリーコンベアや気流輸送管による原材料、半製品の輸送が行われている。大規模な鉱山では、鉱石運搬用、ベルトコンベアが、 道路や河川を横断する光景を目にする。また、電線路専用橋として玉川専用橋がある。戸部海峡タワーブリッジカオク付きの橋べっきを橋工学的に橋の長さを議論する場合、橋全体の長さを表す、橋長ではなく二つの、師匠間の距離である市間を用い、特に最も長くなることが多い中央市間の長さが問題とされる。 高架橋のように島町の短い橋を連続させれば、橋町の長い橋は容易に作れるが、長い士官の橋を建設するには高度な技術が必要となるからである。橋の一覧も三照校やコンクリートで作られた、いわゆる永久橋といえども、定期的に点検や補修を加えないと、部材の腐食やひび割れが進行するほか、 対応年数が近づくまたは超過すると部材そのものの劣化が進行して極端な場合には崩壊に至る。日本、編集日本では2020年代以降、高度成長期に建設された橋梁をはじめとしたインフラストラクチャーの共用年数が50年を超え、後日のアメリカ合衆国同様に対応年数が問題となる時期に差し掛かるため、政府は2013年より、 インフラの長寿命化計画を立案し、順次必要なメンテナンスを進めている。地方の小規模な橋では、建設年の記録が残っていない例もある。人口減少が著しい地域では、掛け替えや補修に必要な財政負担に見合う、通行者数や自動車交通量が今後見込めないため、管理する自治体が撤去を決断する橋も多い。国土交通省の二千十八年時点集計では、 撤去、廃止が決まった橋は全国で137箇所あるアメリカ合衆国、編集アメリカ合衆国では1920年代以降に作られた橋梁をはじめとした近代的なインフラが1980年代に対応年数を超え始め、使用に制限を加えざるを得ないなど社会問題化した。このため、積極的にインフラの老朽化対策が進められるようになった。 イタリア、編集イタリアでは、2018年に、モランディ橋が崩壊した際、設計の不備が疑われた他メンテナンスが追いついていないことも問題となった。また、イタリア国内において、過去5年間20カ所の高架橋が崩壊していたことも報道されている。高さのある車両が橋桁にぶつからないようにするため、橋の手前に橋桁防護港という頑丈なゲートが設置されることがある。 橋桁防護行に表示された制限項を超える車両の通行をゲートで阻止するための設備である。なお、同じ目的で車両が踏切で空中の河川に引っかからないように制限項を表示して注意を促す道路の左右に渡した標識を踏切注意表というありがとうございます。